ではよろししくお願いします、えー、ユニットテストの話を今から30分ぐらいさせていただこうと思います。よろししくお願いします、えー、この資料20分前にできたので今から、えー、これが練習みたいなのになっちゃってます、今 <laughs> でこう。トークの全体図を先に示します。えー、どういう構造で今から話すかというのは大体、えー、この話を今からしますで。具体的にはこれから話します。でこのトークの,あの質がうんぬんの目標なんですけど、 初級者から中級者へどう進んでいくかという点において話したいと思っていますでこの初級者の定義の中で僕の中定義はまあ文法は分かるという前提でありますなので基本的な文法はここでは飛ばしていますでかつ一、まあ、とおりユニットテストをある程度書いているという前提のもとどういうテストがいいんだっけっていうところに対してまだ言語ができてないなみたいなところの人たちに対して届けばいいなって思ってるんですが今日は強そうですね <laughs> お金<か> <laughs> あ,あ,あ,あんたのために僕はしゃべります <laughs> でえ今日話すことは3つです、えー、まず目的なぜテストをするのかで2つ目が、えー、考えと実践どう考えどう実践するかで3つ目が最後まとめ、えー、をしていきたいと思っていますでえ と自己紹介を先にやっちゃいますね。えー、東口和樹といいます、えーベース。今日はスポンサーやっているベースという会社の子会社のベースバンクという会社に所属していて、ツイッターとか GitHub はこの HGSGTK でまあ東口和樹ですね。でやってます。はい、でサーバーサイドエンジニアでまあ Go とか PHP とかをまあ主に書いている人間になりますで。では早速1個目の目的について話していきます。 でえー、このトークの質っていうなんかま,あ、まあ、まあまあ炎上しそうな言葉を使ってるんですけど、えー、ちゃんと定義します、えー、定義は質費用対効果の高いというふうな言葉で定義します果、えー、てっていうところだと思うのでこれから説明していきますで、まあっこれも壮大だななぜテストを書くのかっていうところからですねでいろいろな理由があると思っていて品質、まあ、を上げたいバグを防ぎたいっていうモチベーションもあれば テストによって、使用を、ね、ドキュメンテーションしたい,いわゆるメソッドとか関数、えー、クラスの使用を明らかにしたいだったりとか、あとは設計改善の指標にしたいみたいなのもあるかなと思っていて、テストをかけるような構図であるだったりとか、テストをか,くかけるっていう意味での設計ができているっていうところかなっていうのはなんかあると思うんですけど、根本の理由をこれコスト削減と、このトークでは定義して進めていきます。 でえーまあ、どういうことかというと、この2つのコストの削減コストと、えー、費用のバランスというところで話していきます。何かというと、ユニットテストをによって得られる削減コストで、もう1つがユニットテスト自体のコスト、これのバランスというところで話していきます。ユニットテストのコストはどんなのがあるんだろうかというのを、ね、雑に挙げました。えーまあ、主導ユニットトテストの コストを削減できますのでまあ自動化したいっていうモチベーションってだいたい手動でやっていることをどう自動化できるかというところあると思うのでまず手動のユニットテストでコストを下げるで2つ目は血管の早期発見ですねまあテストを書くっていうモチベーションの中でまあバグを防ぎたいだったりとか血管を防ぎたいっていうのがまあ,あるかなって思いますで3つ目がドキュメンテーションですね単体使用書だったりとかまあそういうのを書くのであればまあ1個ユニットテストがあれば そのドキュメンテーションはいらないと。で4つ目がデバッグコストですね。えー、これはテストを実行することによってそのメソッドをデバッグできるので、ある種は手動で頑張ってデバッグするよりかはコストが下がる。で5つ目がまあ設計改善というもののまあ1つ目のモチベーションだと思うんですけど、メンテナンスコストを設計改善によってえ削減していくというまあ5つというところを挙げさせていただいています。で逆にテスト自体あるだと思っていて。 1>, ま1つ目が新しくテストを作るっていう場合にまあ普通にコード量を考えるとあ,ありますよね。2つ目が既存のテストを維持する、今あるテストをいかに維持してちゃんと守っていくかっていうところに対してもコストは発生します。3つ目がまあテスト実行時間のまあ待ちコストだってテストを実行してまあ CI だったり CI を待ってるような時間だったりですね。 で4つ目が、えーまあ、多分 CI があるのとしたら、まあ、自動テストを維持するためのコストもここにも発生していてで5つ目がまあユニットテストの学習コスト、まあ、これは例えばユニットテストまでやってない回数だったりすると覚えるコストだったりとか新しいものを覚えるコストというものもありますなのでこの2つの、えーえー、コストというのはだいたいこういうふうに分類されて今合計10個ありますねはい でもここで一つですね、X-Winged Test p a t という書籍のところから一個用語を引用します。テストの経済性っていうのを話します。エコノミクスをテストオートメーションっていうところですね。でこのグラフを見てもらいたいんですけど、最初はテストがない状態から始まって、まず始めていくことによってテストを追加していくコストっていうものが発生して、一回トータルのコストが上がっていきますとで。その後にだんだん慣れてきたりとか、最適化されていくことによって、 テスト自体を作るコストが下がっていくと同時にテストによって得られるコスト削減コストが増えることによって最終的にはメリットになるっていうような図ですねでこれの逆の状況っていうのも書いてあって非経済性っていうのですね これ何かっていうと、維持コストが高いテストっていうものが発生した場合に、どんどんそのテストのコストが上がっていく、例えば、過読性が悪くてメンテナンスがしにくいやったりとか、あとですね修正頻度が多くて何か修正するたびに、そのテストを直さなきゃいけないやったりとか、あとはですね、テストの修正がそもそもなんか難しいものだったりとかっていうのがまあ,あります。 なのでかつ節約コストの薄いような効果の薄いテストを書いてしまうと、えー、まあこのようにメリットよりもデメリットが上回ってしまう状態というものが発生しますよね。でまあ僕、えー、このトークで目指したい方向性はこっちの全者の方になります。なので、えー、コスト削減をいかに上回らせていくかっていうところに対して、えー、これから話していきます。 はいえー、根本の理由をまあコスト削減というふうに捉えた上で、費用対効果の高いテストを目指すというところをこれから話していきます、えーはいで。さっきのグラフ図ですね、この図の何を表していたかというと、一番上が目的を表、2つ目が考え方、赤が考え方で、それ以降が実践でどうやっていくかというところをこの図で表していました。なのののでここの図の中身をこれから始めていきます なんかいい感じにいったかなじゃあここで一旦ちょっと CM を挟ましてもらいますベ <laughs>、えースっていう会社はですねベースというプロダクトをやっていてですね、えーまあ、ミッションとしては価値の交換をよりシンプルにして世界中の人々が最適な経済活動を行うようにするというミッションのもとにですね、えー、ネットショップの作成サイトベースだったりショッピングアプリのベースというものを運営していますはい70万ショップ最近突破しました <laughs> 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 はいじゃあ戻ります <laughs> <laughs>、えー、早速ですね考え方の実践「How テスティング」ですね、はいでまあ、何を意識すべきかというところを、まあ、これから話していきますつまりこの赤ですね、えー、1つ目が意図を伝えるテストっていう考え方2つ目がテストを独立させるで3つ目が重複を最小限にする 4つ目がテスト用意な設計にしていくっていう、この4つに対してこれから話していきます。で、その辺に紐もづいて実践がいろいろあって、黄色とグレーの、グレーのやつはもう、もはや見えないですね。なんかあとでしこれ資料をツイッターに上がってるので、グレーのところはツイッターで見てください。<laughs> はい、糸を伝えるテスト。この部分ですね、右側の部分のことを今から話します。 でえー、テストっていうものは基本的にメンテナンスされていくという前提になりますよね、また、でもなんかえー、基本的にサービスを運営していたりすると、なんか機能回収だったりとか、機能追加が発生して、なんかえー、それに応じてテストもしメンテナンスされていく必要があります。なので、えーまあ、普通のコードと同じように、これも読み手にとって理解しやすくて、メンテナンスしやすいっていうテストをかけることがまあ重要になります。 でこの目的において主に期待するコストの観点でいうとドキュメンテーションというところのコストとデバッグのコストでそのさらに既存テストの維持コストを下げるっていうところに対してこ,れこの目的はこの考え方はアプローチしていきたいと思っていますテストアズドキュメンテーションというのはドキュメンテーションとしてのテストの考え方ですね なんか雑に作ったメソッドを今、出しました。今作ったやつですねこれ、はい、これをこのメソッドどういう仕様って読むときに皆さんどうしますかね。でもこれでん,、まあ、んとなく分かるんですけど、まあ、3つ目とかステータスイコール7って書いてあって7って何なんだろうな,みた,いなとか <laughs> みたいなのがあるんでしょう っていうので、今、そのコードを読んで理解するで。2つ目が、なんかドキュメントがあるんだとしたら読んでみる。で、3つ目に、実際に何か動かして、なんか例えば画面から動かして、ここに対してどうなるのかみたいな。あとはからな、それでも分からない場合は、作成者、Git ブレイブして聞きに行くみたいなのもあるかもしれません。 でこれよくあるケースとしてあるなと思っていて、まあえー、動作コードを読む、まあ、例えばちょっときに複雑なコードでなんか一目ではよくわからないだったりとか、えー、一通りなんかもちょっとわからないなあみたいな状況があるかなと思っていて、でドキュメントは、ねえーえーまあ、そもそもないっていうのもあると思うんですけど、まあ、メンテナンスされてなくて古いっていうこともありえますよねで。実際に動かして理解するっていうのも、その対象だけ動かすのは難しくて、まあ、例えばそれがシェルだったりとかで、 なんか1個実行すればそのいいとかあったらいいかもしれないですけどすごい画面のコントローラーの裏側の裏側の裏側のものだったりするとそれけ実行するの結構大変ですよね。で繰り返し実行するのもまあ手間だと。でそれでも分からない場合は作成者の筋肉いないっていうのはまあ結構サービスを長く運営していると大本気になる状況ですよね。でまあ作成者に聞いても何だっけなっていうような。 のはあるかなと思います。僕も何か聞かれたときに何だっけなって泣かないところが <laughs> ありました、はいで。これある場合っていうので逆に言うとイニットテストを読んで理解するっていうところが1個できる選択肢として増えるかなと思っていて2つ目がそれを実行することによって理解するっていうのも可能になりますよね。で,で動作コードを読むと。ドキュメントに対してはなんか なんかユニット単位のドキュメントはいらなくなるのでいわゆるなんか要件、背景知識を知りたいものをドキュメントを読むというふうにこれはフォーカスできるかなと思っています。まあ、分からない場合、作成者に聞くと、はい、で例えば、えー、さっきのテストにさっきのメソッドにこういうテストが書かれていたとして、えー、この CanUse っていうものは、えー、例えば、えー、通常ユーザーは利用可能と判定するっていうものでユーザーが存在しなかったら利用不可で、えー、禁止ユーザー っていうのがいたら利用負荷で、でなんか離脱ユーザーの場合は利用負荷、これは多分これってあのステラス7のことなのかなみたいなのがある程度このテストによって分かるようになると。うん、っていうような効果ですねで。実行して理解するっていうのはです、ね、このペッチパー会議、最終日の何時でしょうか11時25分のトラック B で道路のテンコマさんっていう方が PHP ストームの話をするんですけど、ここで えー、さんのところでテストをデバッグを使って行動を理解する方法を説明してっていうのであこれだなと思ったのでここに行ってください <laughs>、はいでえー、そのドキュメントとしてやるためのテストの考え方として、まあ、シンプルなテストにしていくっていうものが一つありますで例えばこ,れ何をこのテストは何をしていんでしょうかテストコンディショナルとて書いてあるんですけど、えー、フライトフライ,イーガーフライトっていうのがあって セットナンバーってやってナンバーが1ってなってたらアサートトゥルーでなんかしてだなんかもし2だったらなんかキャンセル2みたいなのがおアサートしてでおもむろにエアラインコードみたいなのでスペシャルだったらサーセームするみたいな,なんかもはやこれは何がしたいんだみたいな,有望なことがいうようなことがあったりしますとで、えー テストっていうものは読み書きする上でシンプル、まあ、これは普通コードもそうだと思うんですけど普通のプロダクションコードもそうだと思うんですけど読み書きする上でシンプルであるべきなので小さいテストをして1つのことをうまくテストするっていうことを意識する必要がありますよねで重点を置くことはなんかすごいいい感じにテストを書くことじゃなくてテストをすることが重要なのでなんかえめちゃめちゃ頑張ったぞ俺はっていうような if 文のようなテストはあまり,、えー、あまり良くないというところですね で、えー、名前の話ですね。はい、このテスターはどういうパターンなのでしょうかっていうので、これはさっき出,た出てたので、ある程度わかるんですけど、例えばデータプロバイダーの中で、えー、4ケースあるんですけど、なんか1だったら true で、9999 99だったら f a l s e で、えー、2だったら f a l s e 3だったら f a l s e みたいなのがあって、4っていう感じですよね。なので 基本的には意図と期待値を伝えるっていうモチベーションを持ってテストをするっていう意味合いでいうと、まあ、命名っていうものは非常に重要になってくると思っていて読み手を意識する読,む読み手に伝える努力をするっていうようなテストが必要かなと思っていますなのでやるとしたらさっきのコードに戻りましたって感じなんですけど、まあ、こういう感じですねはい。 まあ振り返りというところで、えー、意図を伝えるというところでドキュメンテーションとしてのテストの価値を高めつつ、えー、既存のテストも、えー、読みやすくするというようなことをやっていければいいなというところを思っています、はいはい、でテストを独立させるというところです、えー、これですね真ん中の部分でテストを独立させるというので,でこれはなんか大きく テスト独立に対して2つの観点を書いていて、えー、テストとテスト対象との関係性とテストとテストの間の関係性という2つに関してやっていきますはいでここで目指していきたい効果というものが、まあ、新しいテストを作るコストと、えー、今あるテストを維持するコストというコストをいかに下げていけるかというところに対して、えー、主に期待をしていますはい SUT、えー、に対して、素結合っていうのがも出てきますけど、まあ、これですね、この部分。はい、さっとていうんですけど、とはっていう話のとこで、ちょっとちゃんと用語を説明します、えー。システムアンダーテストというので、これも X ユニットテストパターンズの中で定義されている用語で、えー、テストしている対象を示すものです。 でイットテストの場合とまあクラスだったり、メソッドだったりしますと、でなんか特にこの,この書籍をめちゃめちゃ引用したいというわけではないんですけど、使いやすいので、ちょっと SUT、SAT を使わせてください、はいで。SAT とテストクラスの関係性というのは、例えばカートとカートテストがあったときに、だいたいカートテストはカートを実行するだと思うんですけど、この関係性って何かというと、カートテストクラスというのはカートクラスに依存しているということですよね。 いわゆるなんかテストケースの中でやることってえそのカートをオブクラスを入手してえ入手したものを実行するっていうのでやはり依存していることになりますよね。例えば普通のこうだったりするとクラスの間の密結合っていうものはあまりメンテナンスしていくで弊害になりうるっていうのはまあよく言われるんじゃなないかなと思うんですけどそれはテストにおいても同じだなと思っています。 でえー、密結合することによって何が起きるかというと、えー、変更に敏感にお変反応してしまいますと、なので、えー、テストさっとで自分が動作をする行動を変更して敏感に落ちていくと、例えばプライベートメソッドのこの中の,中の実装を変えようってやったときに落ちたりするとかで、えー、内部実装を変えるためにテストを修正するとてなると修正コストが非常に高いっていうので壊れやすいテストと表現されたりします。 なのでこの維持コストをいかに抑えていくかっていう面で粗結合を意識していきたいというところです。1つのがテストパブリックメソッドと書いてるんですけど、えー、基本的には SAT というものをプライベートブラックボックスとして見るっていう観点ですね。えー、中は見えないものとして外に公開されているものを使う。でなので外から見えるパブリックメソッドを使っていきましょうっていうのがまあこの趣旨なんですけど。逆えー 特にここで言いたいたのがプライベートメソッドをテストしないみたいなもん、えー、なんかたまにツイッターで出てるかもしれないですけど、プライベートメソッドをテストしない方がベターだよねっていうところに対して、一つ理由づけができればなっていうところを思っています。では、一つプライベートメソッドってブラックボックスって考えると見えないはずですよね。見えないはずのものをテストするのはどうだろうかっていうのが、一つの,まあこ,のこのスライドの中ではそうですね。で 作法としてメソッドの安定度というものをここで出したいと思っていて、ファブリックメソッドっていわれる外部のオブジェクトから引用することを前提としていますよね。そう思ってたもん、クラスを作ってるはずなんですよね。なので、基本的には変,変,変,変更の頻度が少なくて、より安定しているはずというところです。プライベートメソッドというのは、中で使う、外部からは使わないというものを想定していますよね。 なので、その状況はいって、責務としてはちょっと不安定。で変更も発生しうるっていうので、頻度が高いので不安定っていうものがあります。これ不安定だと何かっていうと、Do Not って書いてあるんですけど、変更の変度が高いってことはテストの修正頻度も高くなると。テストの修正頻度が高くなるとメンテナンスコストが上がっていくので、あんまり良くないですねというところですで。プライベートメソってで,で、じゃあテストはでもやっときたいよっていう話だと思うんですけど、 基本的にはパブリックメソッドがプライベートメソッドを使っているので、パブリックメソッドをテストしているのであれば、基本的にはそれはテストでカバーできているはずというところですね。はい、ただ、これはちょっと、if you can と書いたんですけど、現実のレガシーコードを目の当たりにすると、えー、そうはいかないような現実もまあ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 普通にあると思っているので、えーまあ、ベターなのはプライベートメソッドを切り出していくやったりとか、リファクタリングがで,できるようなことがベター。 でその上で、でもそれも苦しいってなったときには、リファクタリングの障壁を減らすっていう目的のもと、プライベートウェットにテストを書くって選択肢もあるんじゃないかなというところを思っています。はい。I saw it's hot from o t h e っていうのはですね、えー、突然テストが落ちるようになりました。なぜって書いてます。はい。クラウドサーチラッパーみたいなのがあって、えー、サーチコンディションを設定して、ドキュメントを取りに行って、 3秒待ってアサーションをしようかなみたいなのがまあ,あるとしますねな。なんで3秒なんだみたいなのあると思うんですけど。で、これ、まあ、割と本当にこういうのがあったんですけど、これの理由っていわゆる外部のサービスに依存しているテストなんですよね。外部のサービスに実際にアクセスをして、実際にテストしてっていうのをやってるので、その外部の状態に非常に依存して,いてしまっているっていうのが、この、えー、実際にあった。 こういうい感じのこととがあったというやつですねなので他のソフトウェアからいかにその対象の差と隔離していくかというのが一つありますで依存している場合というのはその外部システムの動作変更状態に応じてテストが突然落ちるという体験が生まれます突然落ちるので他のそこに出くわしてしまった人は何が起きているか正直あまり分からないというところからスタートするので結構つらい体験ですね これはなんか DI、ディフェンデンシー、エジェクションだったりとか技法を活用して実装を差し掛けたりとかいうのでやっていく必要がありますねと、はいはい。テスト間の独立っていうところです、えー。こっちですね、ここの部分の話を今からします。テスト間独立っていうのでテストが相互依存、順序依存するっていうケースが増えてくるとテストをや で結構増やしてる方はあると思っていてでそれは独立性がないってことになると、えー、しますとで独立性がないことの弊害ってないかっていうとテストが通ったり落ちたりするんですよね僕は昨日、えー、ちょうどこれを頑張って直そうとしたっていう辛いことをしたんですけどやはりローカルでは通るけど CI では通らないっていう現象が、えー、まあ、いわゆるこ,これに近しいものになるかなと思っています でえー、これは不安定なテストとまあ表現されたりしますね。例えば、えーっと、テスト A、B、C、D っていうものがあって、この順番だったら通ってましたと。CI も通って、デベロップメントに回りされてよしっていうので、えー、その次の実行、例えば C が先に実行されて B があったときに B が落ちたみたいになってと。ほう、なるほどっていうわけですよね。これ、でも再実行すると順番変わったりするので、次は通ったりするんですよね。 まあ,なんかまあ辛いとはいでこ,れこれをなんかどう防いでいくかというのでまあなかなかえー混ざり込んでしまうので難しいなあと思っているんですけど1つはフィクチャーに対する依存を考えるというのでデータベースを使う場合ってまあフィクスチャーとかを使うと思うんですけどえ全テストケースで共有するまあ共有されたフィクスチャーまあシェアードフィクチャーとか言われたりするんですけどまあそれを 使っていると共有しているために追加変更に影響を受けるというものがあったりします。でまあ、どういうかという,と,いうと、まあ、こういうテスト A、B、C、D は、えー、1つのピクスチャーを使っていて、まあ、これがいろいろありますと。で、えーえー、E を増やしました。で、通ってやったなと思ったら A が落ちた,落ちたぞというような体験ですね。これも結構あるかなとは思うんですけど、まあ、こういう体験がまあ発生すると。 で、えー、テストの E のためにフィクチャー変更すると A が失敗してしまったっていう。で、この共有のメリットって、まあ、マスターとかそういうのもあったり、結構普通に1回で作るのは便利かなと思うんですけど、まあ、逆に言うと、独立性が保たれないっていうのと、エッジケースのテストって結構やりにくいなと思うので、例えばエッジケースのやつを共有のところに放り込むと、なんか落ちるみたいなのがあらかくってりといのた他も使いにくいと。で、まあ、えーまあ、逆のパターンとして、テストケース専用フィクスチャーっていうパターンですね。 テストゲートごとにフィクスチャーを作る、これフレッシュフィクスチャーと言いますのは、テストカードの独立性をたまたおうというので、例えばララベルだったらファクトリーとフェイカーをなんか組み合わせて、テストケースごとになんかやったりとか、そういうふうや,やると思うんですけど、まあ、それをやるというようなパターンが一つありますと。で、えー、同じスライドがまた出てきましたね。はい、<laughs> で今、実際現場であるのは大体こういう感じですと。 でね、大きく共有されたフィクスチャーがあって、エッジケースで使いたいやとか、テストでここはこう変えたいみたいなときに、まあえー、フィクスチャーを分けているっていう,ようなが今まで、まあ、例えばなんか普通のテストケースだけのものを使ったりするとかっていうのもやっていたりしています。でえー、これはですね、まあえー、全テストケースで共有することは有益なのであれば、まあ、そこに。 あればいいいいんじゃないかっていうのでま通常のユーザーさんだったりとかするとあるなんですけど、例えば、利用禁止になったユーザーさんがすごいいっぱいいろんなテストケースにいわれるってあんまりないと思っていて、そういう場合はテストケース専用の方に作るだあったりとかっていうのが必要かなと思っています。はい、Tear Down Global Change と。テストがグローバルな状態の変化を生み出すっていう場合もまあ,ありますよね、例えばなんかグローバル変数を書き換えたりとか、セッション状態が変わったりとか、トランザクションを発生させたりとか。 テスト時間を変えたりとかっていうのがあった場合にはその変化がテストに影響を及ぼすという可能性があることを意識する必要があってなので状態に応じてティアダウンをしておくもしくはそういう仕組みをもう用意しておくっていうようなことが一つ必要かなということを思っていますはいでまあテストの維持コストを下げましょうと、はい、重複を最小限にしていきたいと ここですね。3つ目です。でえーまあ、こういうことを考えています。あと3分なので飛ばします。はい、ドライインテストコードで,でドライ、まあ、よく言いますね、ドントリピートやセルフていうところで、普通にコードを書くときに、えーあのー、意識すると思うんですけど、テストコードも同じく、それは、えー、有用で、やはりテストコードの可読性を上げるっていうようなメリットもあれば、例えばフレームワークとか、えー、自分で作ったテストユーティキとか活用すると。 えー、より意図を語るテストになると、なんかすごい詳細がいっぱいあると分かりづらいものの、意識が散らばらないというようなメリットがあるので、やるといいのかなと思っています。はい、テスト用の設計ですね。はい、ここですね、はいでえー、テスト用の設計という意味でいうと、まあ、テスト行動に対する意識だけだと、えー、なかなか表対効果が高いテストは実現できないというので。 プロダクションコードのテストアビリティの改善向上というものも、えー、合わせて必要というところが、えー、あります。で、まあ、1つの、えーえー、思ったアプローチとして TDD というものが挙げられるかなと思っていて、TDD、ま、を、あ、何かと、まあまあ、いうとテストドリブンデベロップメントというのテストコード開発と呼ばれるものですね。 でえー、プログラム開発の手法で、まあ、動作するきれいなコードをゴールとして、えー、レッド・グリーン・リファクタリング、えー、テストを失敗させて通してリファクタリングするっていうこのサイクルを繰り返し繰り返しやっていくっていうものが、まあ、テストコード開発ですで。これは最初にレッドにするっていうプロセストを踏むっていう上でテストファーストで進めるっていうものがあります。でえー、このテスト用意性の関連性として僕が思っていることとしてテストファーストっていうものをやることになるのでテスト用意性が強制されるっていうことに なりますね、テストを書けない行動を先にテストを書こうと思っても無理なのである程度自分テストのコードはテストを書けるように設計する必要があります。なのであと他のメリットとして基本的な欠陥というものはテスト実行して分かるのでできるというのとあとそのテスト実行でその実装中のコードをデバッグできるっていうメリットも他にもあるというような。 ののも TDD メリットとしてありますでこれはですね、えー、先あ2ヶ月前か2ヶ月前の仙台でこういう発表をしてこの資料に大体書いたのでこの資料を見てください。はい、はいでえー、この書のまとめとしてコストの削減を達成するための考え方というものを、まあ、1つ4つ挙げてその4つに紐づく実践というものを、えー、話しました。それによっても効果が得たいというところをやっていきりまいとはい まとめですでいろいろ言ったんですけど、えー、僕も含めていいテストを書くのは難しいなと思っていて僕も、えー、いいテストって何なんだろうって思ったのがきっかけでこのトークに応募して、えー、実際にめちゃめちゃ考えて今の発表に至っていますなので、えー、テストを書くことっていうこと自体は文法も簡単だし比較的簡単ですぐ始めるんですけどその上でその次のステップいくのは結険難いのが上がるなって思っています。 なので、えー、その目指すにはやっぱり考えて、調べて、実践していくっていうことが必要かなっていうところを思っています。で、えー、これ結構、あのこの Ruby の本なんですけど、オブジェクト思考設計実践ガイドっていう本にですね、えー、こういう言葉が書いてあって、テストにコストがかかる解決方法はテストをやることではなくて、うまるくなることですって書いてます。なので、えー、なんかこうテストつらいぞって思った時に、やめるんじゃなくて、うまくなればこれは解決されるはずって思うと、 一個の指針になるかなと思ったのでこのことは紹介させていただきました。以上ありがとうございました。ありがとうございました。したではえっと Q&A に入らさせていただきたいと思います。何か質問とか何かコメントとかある方いらっしゃいますか。はい、あはい。ではえっとマイクではこちらの方にお願いします。 そこがす,、ね、すごい明確にこれだっていう回答はないんですけどそれもバランスだと思っていてなんかすごいドライに頑張ってやろうとした結果の行動って逆にあの最初の方で紹介した分かりづらいテストになるというのはあると思っていてそこのバランスっていうものはあれですねなんか僕は全分かりやすさに寄せてテストを書こうとは思っています。 そうですね。あのー、あ、復唱か。復唱し忘れたんですけど。<笑><笑>大丈夫ですかね。はい、大丈夫かな。すみませんね。<laughs> はい、ではあの他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。えっ、ー、と次マイクこちらの方にお願いします。し,しなかったです。すみません。<laughs> <laughs> はい。今の質問はプライベートメソッドをテストしないということに対する違和感の一つとしてプライベートメソッドののがちゃんと動いていることはどう確認するのかという。 観点の違和感ってことですよねでそれで言うとなんか、えー、この世代の下の方にあるパブリックメソッドの中で確認するっていうものが一つの解としてはあってただ、えー、それでもこの,このプライベートメソッドの動作はちゃんと検証しておきたいっていうのがあると思うんですおっしゃっているようにで僕もあったので結構や,やるってた時期があってで,で,でいろいろ思ったことはやりたいって 思っている時点で多分それはプライベートメソッドにあるべきではないんだなと思ったんですいわゆる、えー、責務を持っているんですよねそのプライベートメソッドは明確に、えー、なのでそういう場合は他のクラスに切り出していくだったりとかそういう発想に切り替えていくことがいいのかなと思っていますそうですね はいえっ、ー、と他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あはいえっ、ー、と今マイクがちょっとえっ、ー、と電話であの先生口頭であのもしできればはい自己でお願いします。 変更の区分けだったり種類の話ですよね。ああはい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 。もう中で、ここで解釈をしたときにやったのは2つの観点で、外に対する影響がある変更とない変更っていうものを考えました。で、何かっていうと、そのプライベートメソッドがあるとして、 その変更がパブリックに外のオブジェクトに対する影響を持つのであればあるものとないものがあると思っていてでその内部の中で閉じるべきその変更に敏感に落ちるっていうことのコストの高さということを考えましたではお時間になりました東さん、改めてありがとうございました。